お疲れ様です。お疲れ様です。いつものお願いします。ご苦労様です。BSチャンネルおかえり。今日は何ですの？今日はこの子です。マスタンちゃん。かっこいいね。やばいっすね。ボンネットがなんか英語になってるな。392ヘミ。まあ高いやつですね。まあ、前回というかもう YouTube 始めた頃じゃないかな、はい、初期の方に僕のもともとの既存のお客さんでいつもお世話になっている方でマスタングのフロントバンパーの穴埋めしてくださいということでグレーのマスタングやったねですね。はい、させてもらってその方の紹介です。おお、はい、その方のお知り合いもマスタング、そうマスタングつながりだろうねやっぱりね。へいいっすね、はい、なんとその方も YouTube 見てもらってるみたいで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますってことで、はい、今回の作業依頼は何ですの？今回はここですの、スムージングです。全く同じですね。同じですね、はい、前のグレーの方と同じ作業ですね。まああれを見て、まあ、してほしいっていうことなんでしょうが、はい、まあナンバープレートを移動させてるから、はい、まあこっちのもともとついてる穴を埋めていくって感じだね、はい、同じ作業だったらちょっと面白くないんで、はいはい、今回、はい、前回のマスタングの時にはなかった、はい、樹脂溶接機、はい、斉藤先生に電動パテみたいなんで、はい、講習っていうか動画1本上げさせてもらった、はい、あの平根さんの樹脂溶接機を使って、はい、穴を埋めていこうっていう、はい、ことですよね、はい、あれは樹脂溶接機で割れを直したりとか、うん、内部分を作ったりとかっていうものにすごい使えるんだけど、はい、今回まあこういうスムージングにも使えるんじゃねえかってことで、はい、まあパテ入れてもボンド入れてもいろんなやり方で穴は埋まるんですけど、うん、同じ素材で埋めた方がね、うん、窒素溶接機、はい、で今回は作業させていただこうかなと思います。はい、誰がするんですか？やりたい。あの樹脂溶接機はもう UK 専用になってるみたい。そうなん、うん、なんで専用になってもう UK が気に入っちゃって。そうでしょ。じゃあ UK が作業するのっていうことになりますね。やりたいな。そっか、はい、譲ってやるよ、知らないな。すいませんね、はい、というわけで今回はまあ UK に樹脂溶接機、うん、をそろそろもうあれからだいぶ経つんで使い慣れてきただろうし、はいはい、斉藤さんに教えてもらったこととかも結構いろいろ試行錯誤やってるみたいなんで、はい、まあ、その辺も踏まえて UK に作業お願いしたいなと思います、はいはい、で朝食と塗装はね、まあ、部長がやってもらえればいいのかな。黄色なんでね、はい、またあのアクサルタの速食機がちゃんとマスタング出すのかどうかってとこも皆さん見どころになってくるんじゃないかと。気になりますね、はい、出るんかね、はい、いやしかしすごいね、かっこよすぎやろ、ね、カーボンなんやそこね。前のマスタングお客さんのもかっこよかったけど、うん、いいね。これはどうするの？外さずにもう行くの？はい、今回は費用を抑えるってことで前と全く同じ、外さずにここだけで、ここで、はい、塗装も部分塗装で行こうかなと思ってます、はい、じゃあ UK にやっててもらいましょうか。はい、はい、ではやってみよう。やってみよう。 BIC チャンネル。溶け方からして普通のあれやな、ね、ABS っていうかプラスチック PP やと思う。 PP や、同じ素材で やらなかったね。はい、じゃこれが間違えてたらもう一本違うね、多分 ABS かなって。普段見たら分かるんですけど今回外さんからな、はい、
かしたら分かるんで。あ、匂いで。匂いで、なんか。パテいらんのんじゃん。あとはこれで、この間斉藤さんに教えてもらったやり方で綺麗にしていったら多分いらないかなって感じだと思うんですけど、ってことはパターも出にくいな多分。そうですね、これだけでできてくれたら一番、まあ、最終 UV パテでもいいけどな、薄く最後パター出るから。あ、 UV もやっぱ出ないんですか。出る、動かんから全く。UV パテ行こうか。これ行けます？UV パテこれで行けるんだ。行けるよ、全然。完璧やな、全く同じ素材で馴染んどる。
そうだからこういうとこパッと、じゃあね、最後修正修正して表面鳴らしましょうか。はい、 PIC チャンネルで、はい、ラストホークさんのこのグランツの UV パテ、はい、あれやね、確か岩間さんに教えてもらったやり方で、あ、まあ、はい、無駄なく、無駄なく、これで、UV パテですね。太陽光に反応してまうからな、できたらこの中に入れといたら、うん、そうそうそう、アイスクリームみたいにもう入れっぱなしにしてる。うわ、なりづら、なれるまで多分何回でもできるからな。薄く出る、薄くいって乾かして、もう一回薄く、そう、2回塗るイメージでいいから、1回で決めていいから、だから穴を埋める感じで、そう、それがいいとこやね、こいつの。2番でいいですね。2番です。これで溶かなくても、もう乾いたら次、そう、上からいける。ちょっと硬いな。緊張してる。緊張はしてない。喉乾いたね。喉乾いた。この UV のパテがすごいっす。いや、頑張ります。一回さ、これ、今度は観察行こうか。ちょっと、うん、広げて。すごい。吸わない、一個もないやろ。すげえ。これで、あれか、縮んだりとかしない。ない、伸縮ないから。UV。はぁ、すげえ。朝食ですね。はい。はい、またここで出ますよ。最新設備、アクサルタの特色機。あ、もうええんちゃん、完璧でしょ。うん、ありがとね、バイバーイ。チャンネル登録もよろしくね。